こんにちは今回はフィリップスのブリースマスクについてかれこれ1年ぐらい1年もちょっとぐらい使ってるんですけどについてレビューしたいと思います。欧米や欧州ではもうすでに街中をマスクで歩いているのはあんまり見かけないですが日本だと緩和の動きはありつつもともと強制されていないのでなかなか外せないですよね。 とはいえ、夏は暑いし、外はアクティブに動き回りたい。そんな季節に知っておきたいのが、フィリップスのブリーズマスクです。COVID が始まった直後に買って、今なお愛用している最も息のしやすいマスク。構成品としては、取り替え用のウイルスカットフィルター、あとメッシュ素材のマスク、エアフローを回すシステムの充電器と取り扱い説明書です。今回は 全力で運動しつつ、お気に入りのポイントをレビューしていきたいと思います。私はスポーツの中では、4、5年前からスカッシュが好きで、週末は彼や友人とよくプレイしに行くのですが、短い時間でもものすごく息が上がるスポーツなので、このマスクの効果はわかりやすかったです。ちなみにコートは貸し切りなので、ここはマスク本来は不要なんですけどね、一応使ってみました。 本体の素材としては風通しの良いメッシュ状の生地にファンがついていて毎分41リットルの空気がマスクの中に循環してますなので思いっきり有酸素運動を楽しんでもマスクがついてない時に近い感覚で息ができるまさにブリーズマスクです20分間飛ばししてきましたがが全然これだと息上がらないですまあ正確に言うと息は上がりますね運動ししてますし 布マスクと比較すると格段に息は上がらないです。次に来ているのはジムです。ランニングからウェイトトレーニングをフルセットでやっていたのは昔の話ですが、マスクを使いたくてしょうがないので、最近はまた少し始めてみました。はじめは布マスクであるも、10分経たず死にそうになりました。ユニクロのエアリズムマスクは冬はいいんですが、夏は全然エアリズムじゃないですね。 ここでまた評価したいポイントは、マスクの中のフィルターの固定力。簡単に着脱可能でありながら、結構激しめに動いてもずれない。また、あとフリーサイズのはずなんですが、ぴったり顔に合う構造になってます。あと、電動のファンの回転は、強さが3段階で選べるようになってます。ボタンをポチポチ押せば、ファンの回転が強くなるので、マックスにすれば、それだけ空気が入ってきて、息がしやすいということですね。 取扱説明書を読まないといけないようなスマートでない家電はそもそもあんまり使いたくないんですがボタンの操作の仕方や充電をどのようにするかも含めて見たらすぐに使い方がわかるのでそこも嬉しいポイントですジムによって方針が違うんでしょうがここはご高齢の方が会員で多いからなのかマスクは常に着用必須サウナですら必要でプールも泳ぐ時以外はジャグジーでも必要です このブリーズマスクはオランダの企業のフィリップスが作っています。オンラインでは買えるようなのですが、オランダでは店頭では見たことがないです。そもそもマスク自体、COVID が一番流行していた時もあんまり売っているところを見なかったですね。もともと PM2.5 などがひどい中国の市場向けに開発がされていたそうです。ちなみに思いっきりスポーツしたら食べたいものを存分に食べて幸福度を上げ切るまでがスポーツです。 寒い季節の間は、布マスクを服に合わせてデザインを選んだりするのも楽しかったのですが、運動するとなると布マスクはただの時刻ですからね。ブリーズマスクはデザイン的にも合わせやすいので、運動していない時でも重宝してます。 最後に注意点として、今回思いっきり室内で使ってますが、ファンは空気を取り込むと同時に出しているので、基本は屋外で使うことが推奨されます。今回は健康体な状態で取るために使いましたが、普段は外で走るときに使ってます。以上、フィリップスのブリーズマスクのご紹介でした。